アクセラルームサービスケアで盤面を空にして返すも、底なしの契約で手札をゼロ枚にされ、親宿の幽霊犬みたいになってしまう人。ちょまって言うたいやん。エルフ対面、高校4ターン目でアリアに進化を切られた時の沼地の大サソリ。うんだきやめて 2ターン目でデスキャットリーパーをプレイされ、絶対に進化ネクロだと確信するも、ケルヌンノスの早々に、ラカンドウラが反応した時の首なしの戦記。ラカンドウラかい <noise> 回復ビショップ対面、アナライズが消滅されないようにジャッジガベルケアで操り人形を場に出すも、絶対にアナライズが消滅させられ、表色のドラゴンみたいになってしまう人。もう、絶対そっち当たるやん。<noise> 雪島ウィッチ・ミラージー相手のスロースターターな立ち上がりに対し事故っているのかなと思いつつ合わせてデッキ循環を優先していたところ先行5ターン目に混沌の流儀をプレイされからくり球児みたいになってしまう人なんでそっちなん <noise> ドラゴン対面先行5ターン目にブルータルエンハンスローベンされ四季の化身みたいになってしまう人悪い俺死んだ ツイッターで見つけたデッキを作成して1戦目。核となるカードを目指して全力マリガンするも、高コストカードが3枚手札でポーカーし、龍山のメイドみたいになってしまう人。使わねえ。使<う>ドラゴン対面、マリガンなしから先行2体目で龍の濁戦を使用され、極寒の幻想獣みたいになってしまう人。もう、ほらー 進化ネクロ対面スケルトンレーダーケアで盤面を空にして返すも開始のターンで侵入2枚とスケルトンレーダー2枚にライフを削り切られるスカルケンタウロスもうなんなん <laughs>